はようございます。釣り子 TV です。本日の動画はこちら。エバーグリーンのですね、シャワーブローズのビッグママっていうことで、シャワーブローズシリーズの中でもね、大きめサイズのこのビッグママ。これをね、あの状況で使ってみたら効きましたよということで、まずはこちらをご覧ください。ちょっと両舷バック一回入れてもらっていい？あの岸に寄せられる動きをちょっと止めたい。 OK。 なんかスイッチ入りきってないけど、コードネームにもたまに下にふわーって追ってくるから、なんかワンチャンありそうなんだけどな。よっしゃ、ちっちゃいな、これは大丈夫だ。よっしゃ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 、よっしゃ、まあ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 、はい、こういうね、箇所箇所なるペンシルがなんか効いてる感じだったから入れてみたら、初めてねシーバスで釣れましたよ。アマゾンペンシルが有名だけどね、このビッグママも飛距離が出てね、いい感じじゃないかなっていうね。元気なシーバス60ちょいちょいかな。はい、じゃあ逃がしてあげたいと思います。イエイ。つらく両舷バック一気にやっぱり寄せられるね。はい、来ましたぜ。はい、ビッグママもう一匹釣れました。イエーイ。ね、小ぶりなシーバス君。
はい、というわけで帰ってきました。夜のねシーバス釣りでね、使ったらどうかなっていうことでね試してみたんですけども、結果は上々で、何にしてもねこのビッグママめちゃくちゃ飛ぶね。で、その重さは十分に確保されている割にこのスリムボディとですね、大きいんだけどコンパクトでもね口周りのこの独特な形状が作用してですね、非常にですね使いやすく、そして、魚が食ってきたらこのねトリプルフックシステムがですね魚を絡め取るっていうことでね、あバレないルアーだなーっていうのが第一印象と、めちゃくちゃ飛ぶなーなんていうね、そんな感じでね、非常に使いやすく、使ってみたんですけども、使うところでのですね、ワンポイントアドバイスというかね注意点というかですね、ここね、唇のところにねこれスプリットリングつけてるんですけども、こんな感じでねこれね、つけておいた方がいいかもっていうことで、あのね最初、このスプリットリングなしでこのスナップをねつけようとしたんですけども、そうするとちょっとつけづらいんですよね。でこのねスプリットリングがあるとね夜なんかもね非常に、ピッてつけやすくね、それでもってね、快適に投げることができたなっていうことで、はい、というわけでねこんな感じで使っているんですけども、ブラックバス用のこういう大きめのルアーもね、今の時期ほんとね12月とか入ってもですね、シーバスの方はもう荒食いシーズン突入っていうことで、水面でなんかパチャ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 動いているものを変色するなんていう状況の時にね、こういう大きめのペンシルベイトね持っておくとね、非常に有効なので、まあ大きいところだとあのメガバスのメガドックであるとか、スーパーサミー198とかねありますけども、それよりはもうちょっと抑え気味で、でも遠くに飛ばせてハイアピールしたいなんていう時にね、このリップの形状と独特なあのなんかドッグウォークしながらバブルをまとうようなアクションね、そういう感じでね使っていくとですね、いい釣りができるんじゃないかなっていうことで、まあエバーグリーンだとこれとあとね復刻されたアマゾンペンシルがあるから、そこら辺のね2つをね準備しておくと、もう十分ねいい釣りができるんじゃないかな。贅沢を言えばもうこれビッグママですけどね、シーバスなんかで言うとさらに大きなね、サイズ欲しいですよね、24センチぐらいあるシャワーブローズとか、25センチぐらいあるアマゾンペンシルとかね、そういったのが今後ねこの時期のシーバスに向けてね出てきたりしたら本当嬉しいななんて思うんですけども、まあね、まずはこういうね、ブラックバスだとね大粒ですけど、シーバスだと小粒なサイズになってきますね、こういう感じのルアーで、狙ってみたらいいバイトが得られたよということで、はい、というわけで、本日の釣り講 TV はこちら、エバーグリーンのですね結構釣れちゃうペンシルベイト、シャワーブローズのですねビッグママ、これをね夜のシーバス釣りで使ったらなかなか活躍してくれたよって、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。また会おうぜ。